今日はポークのブラックペッパー炒めを作ります。ということで、用意するもの、こちらですね。ポーク、こちら薩摩黒豚でもいいですし、あの九州もち豚でもいいですし、あと東京 X でもいいですし、あと、富士桜ポークでもいいですし、あと北越谷パイオニアポークでもあの構いませんので好きなポーク選んでください。今日はちょっと名もなきあのポークを使ってます。オニオン用意してください。ポークとものすごく相性が良くて、硫化アリルっていう成分とビタミン B1、 これがねすごく相乗効果というか、まあシナジーが生まれますので、はい、すごい相性抜群だから、もうなんやろ、もう有村昆さんと丸山泉さんぐらいこう相性いいのですごくいい感じでこうシナジーが生まれると思います。これ言っていいんかな、なんか噂によるとオニオン切るとなんか涙出るみたいな言う人がいるらしいんですけど、なんか俺出たことなくて、でなんなんやろあれってずっと思ってて、どういうそのオニオン切ってて涙出るっていうのはちょっとわからなくて、なんか校舎の陰で芝生の上で吸い込まれる空見てる時にちょっとなんか涙出る時はなんか高校の時ありましたけど、なんかそれ以来というか、そのオニオン切ってっていうのがちょっと意味わかってないです。シシトウはねもう完全にこのアクセントになりますので、あのぜひね入れてほしいんですけども、なんかシシトウってたまにめっちゃ辛いやつ入ってるみたいなあって、うわってみんななってたけど、なんか俺あたりと認識してて、なんかガッツポーズしててなんか変な空気になってたんですけど、なんか辛いの出た方が俺めっちゃ嬉しかったね。なんかみんなハズレやみたいな顔してましたけども、はい。セサミオイル、入れてください。モソルト、モソルトですね。これをここに、日本酒と、ブラウンシュガー、そして醤油ですね。これヒゲタ醤油って言って1616年だから大阪夏の陣の翌年からある、醤油ですね、そちらを、入れてます。BPBP 見てください。で、さらに、WP WP も入れてください。BP が8やとしたら WP は2で8対2、これまあ、ユダヤの法則やね。それで美味しくなります。いいね、もうこのいいニホヒがこう漂ってます今。うん、素晴らしい。いただきます。うん、ベリーうまーばー。いや、めちゃめちゃうまいね。このほんまピリピリ辛具合がいいなって思います。めちゃくちゃ美味しいね。うん、シシトウもいいアクセントになって非常に美味しいです。いや、これほんまポークロウマキのあなただけ美味つけてるやね。あなただけ見つめてる、出会った日から生まれもずっと。いや、確実にさ、ほんま
ほんまにうまいし、えやじ、うまんつえやじ、坂東栄治、ゆで卵でした。ゆで卵先生、お履物こちらに脱いでくださいって言われて、パンツ脱いだらダメですよ。靴なんで。ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。